はい、皆さん、トライアングルです。ということで、昨日ですかね、無事17回クリアすることができました。まあ、難しい17回。多分動画見てもらったらわかると思うんですけど、超鬼畜だったんですけど、で、コメント欄見てたらね、もう恐ろしいことが書いてあるの、なんのって。はい。17回も確かに難しいです。しかし、難しいのは18回。難しいのは18回。結構18回苦戦しました。18回がやばいです。20回がやばいです。18回がやばいです。どんだけ18回やばいの？マジで。この18回が本当にきついらしいんですよ。もうコメント欄見てると、本当に18回。17回も確かに難しいですって。でも18回がもっときつい。だから多分17回で結構苦戦されてた方たちが17階で止まってくる、さらに上の人たちが、要は、まあ上の人たちって言ったらあれだけど、上に上がってる人たちは、もっと恐ろしさを知っていたっていうことなのかな。で、20回ももちろん難しいと。今回、ゼウスの火じゃないっていう。15階のゼウスアオニの火じゃないぐらい、アシュラ難しいっていうことなんですけど、かなりやばいと思って私、チケット17枚、用意しました。ちゃんとね、もうステージ入って、ヒカキンさんのステージとか、もういろいろ宝部屋行って、何回も撮りましたが、ということで、じゃあもうね、前置きはあれなので、星4に行きたいと思います。そして今回例によって、もしかしたら、今日クリアできないかもしれないです。弱気なこと言ってしまうかもしれないんですけど、ちょっとそこだけご了承というかね、その次までには必ずクリアしますので、いやでも、ここでクリアします。でもな、17回の日じゃないって言ってんだよな、日じゃないとまでは言ってないか。18回のが難しいです、みたいな。いきます。今回星4にですね、星4に。足早いのかな？もうどんなのか全くわかんないです。星鬼に、こんなまた、もうスピードは怖いよー。これ何？スピードが速いんでしょ？ロック、あ、いきなりこれまずスイッチ。まさかこれさ、高速青鬼の星鬼バージョン？待って。動かない、うわ、ちょ待って、動かない。なんで動かないの？動かない。何？今、あれか、逆になってたのか、今。そういうことか、逆になってたのね。混乱状態の高速バージョン嘘でしょ、やばいって。やばいって。これ、高速アオニでさえ難しいのに、それの混乱でしょ。とりあえずやってみよう。まず下押したら上行くから、まず下押す。こういうことだ。で、逆になってるでしょ。で、これどうすんの？どうなんの？I can do it! で、今のところなんかまだ恐ろしさは見えない。まあ、絶対そんなことないんだろうけど、まだ恐ろしさはそんなに感じられないな。一番これ下の方がいいんじゃないか。こっから、ここら辺はどう？ここだったらずっと走れたりしない？あ、ぽいね。あ、ダメだ。ちょっと待って。いや、来てるよ。もう何この繰り返し。若干変わるけど、ここは変わってないから、で、ここは。今！よし、いった。で、こっからまっすぐ行っていいよ。でもこのままずっとこれが続くのか？今んとこ星、いや、星よに来とる。今星が見えるもん、死亡の、棒の文字のとこ。めっちゃ速くない？高速鬼に。星鬼に。やばい！やっぱ止まってられないか？やば。いやー、やばいね、これ。これ、牢屋で星鬼に閉じ込められたらどんだけ楽かっていう感じなんだけど。まあ、そんなわけないよね。できるわけないので。ここでな、外にスイッチあればな。カシャーンってやって閉じ込められるのに。で、こっから。で、多分星鬼にね、これ、多分結構時間早いわ。すぐ来る。でも、大丈夫かな？今ので大丈夫か？待て！よし！で、このまま。いや、来てる！星鬼が来てるよ！怖いよ！ママ！ママ！行くしかない！でも行くしかなかったのよ、今。はいえー！はいえー！何でも揃ったな！本当か？俺も試してみるか。うお、マジだったぜ。ちょっと声優なんとかなんないの。もうここ当たる。本当に判定がシビア。マジシビア、ここ。いや、これ多分外回りじゃなくても内回りなんだろうな。壁際で行った方がいいか。なるべく近い方がいいもんね。外回り込むより。
いやーこれ混乱状態なのがマジで難しい。混乱っていうのが結構きつくて、感覚がまずおかしくなる。この混乱っていうので。でしかも、ここでいるよね。いやー待ちすぎた！まずい！でも、行くしかない。行くしかない。こうだ。で、来てるぞ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 。あ、でも、ここいい、ここいい。あーふーん！あのまま終わるような、青に、あーまだ全然あるね。どんどん多分ぐるーっと、渦みたいな感じで行くんだろうな。今です！ OK！ いいよ。今いい感じ。で、今で、2列目。で、机がある。で、ここで、もう一回。あーやばい！大回りしすぎたか、これは。いや、でもいい、いいぞ、いいぞ。今とこいいぞ。こっから、来てる！キャーむずがいいよ。やっぱ、突きてくとやられるね。絶対突きてくと多分当たるから、一旦止まんないと多分これ通れないな。一瞬でも4枚溶けた一瞬でも4枚溶けちゃったんだけど、早っ。溶けるの早すぎる。星状にやばい、本当に難しい。これね、どうなんだろう、見てる方からしたら意外と簡単そうじゃないって思うのか分かんないんだけど、どうなんだろうね、分かんないんですけど、少なくとも17回よりダントツ難しいかもしれない。この混乱っていうのがまずあるのと、青鬼がね、絶対なんか普通に全力で走ってると、絶対当たっちゃう仕様になってるんですよね。あ、これ、あ、終わったわ。あと、ちょ、え？あとがないんですが、あ、もう、ちょっと待って、これマジでむずいぞ。いや、申し訳ないです。ちょっと、あれはね、多分、この後、しばらくやっても、ちょっとクリア、難しいかなと思ったので、ちょっと前半後半という形にさせていただきたいと思います。17回同様ね。だからこれから、いやでもな、18回が本当に難しいとは聞いてるんですけど、19回っていう声はあんまり聞いてないんですよ。だから、まあ、もしかしたら、19回はそんなに難しくないから一発っていうかね、そのワンパートで、クリアできるかもしれないんですけど、おそらくね、ちょっと、おそらくというか、今回もちょっと17回と18回は2パートに分かれてしまいました。申し訳ないです。はい。ということで、じゃあ行きましょうか。あ、今回そういえばフレンドマッチじゃなくてもいけたね。こちらのステージ。そして103レベルの方もいますね。いやー、悔しい。もう正直本当に悔しい。あんまりパート分けたくなかったんですけど、青の塔に関してはね。ちょっとね、やっぱり、最初の頃の青の塔と比べて、やっぱり難易度が、まあもちろん難易度高い方がいいですよ。もう先に言っておきますね。これに関してはもう難易度高い方が絶対いい。だけど、やっぱりその1回から一気にそのガッて上がれるとかとは違うから、まあちょっと1パート1パートやっていこうかなと思っていたら、まさかの1回で2パートというね、なかなかの、ことになってしまったんですが、ちょっと今回ちょっとまあ鍵集めつつ、まあ宝箱を基本メインかな。宝箱をメインにして、ちょっと、あ、1個目、あ、お、青鬼さんが、お、青鬼さんすごいな。これ今回もしかしたら宝箱開ける人が出てくるんじゃないか？まあそれが僕なんですけどね。ここで1個ゲットすれば、青鬼さんから奪えばいいだけなので、あ、ここはもうないね。いや、これはあるぞ。あと青鬼さんが、その、ちょ、青鬼さんが、あと、もう一個、ゲットしないことを祈るだけです。そして、これ多分ね、今、青鬼どっかに挟まれてますね。だから一体今、いない状態です、多分。いないっていうか、挟まれてるっていうか、牢屋に多分閉じこもってるんだと思います。お、ねずこちゃんが青鍵二つゲットした。え？ってことは多分あれ、青鬼さんやられたな。多分一気に奪ったってことだよね。あれ？そうだよね。お、いいですね、私、ねずこちゃんからいただきましょう。ちょっと待って、どこだ？はい、ないか。ガスマスティングじゃないんだ。ないなぁ。ねずこちゃんどこだい、ねずこちゃん。ねずこちゃんどこ、ねずこちゃん、ねずこちゃん。いや、でももう一個、どっちにしてもゲットしないとダメだから。まあ、最終地点はおそらく下の宝箱のとこだと思うんだけど、結局一個ゲットできてないんだよなぁ。どこだい、ねずこちゃん。私と一緒に遊ぼうではないか、ねずこちゃん。ん？ここの宝箱取っとく？いやでもな、もう多分、いやでもそうだよね、ガスマスク取っとかないとどちらにしても、奪えないから、
その最終地点で毒切り勝負になった時にガスマスクを持っておかないと、ガスマスク持った状態でね、残りそのお相手が青鍵持ってる人がガスマスク持ってない状態だったら10秒の猶予があるんで、その間に開けるっていうことも可能なので、まあ青鬼さんは私を無視してくれたと、ありがとうございます。私なんかを相手にしないでいただきありがとうございます。誠にありがとうございます。嬉しいです。いただけるか、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 いただけんか、もらえない。待って、ねずこちゃん、ねずこちゃん、ねずこちゃん、一応調べとこ。あ、いた、ねずこちゃん。絶対取るぞ。なんとか1個鍵を入手すれば、1個鍵さえ入手すればいいのに。グググ。あ、ガスマスク。オッケー、センキュー。これで、ねずこちゃんから奪える体制は整った。しかし、残念ながら、ねずこちゃんもガスマスク持ってる。いや、でも多分、あ、お兄さんから多分奪ったんで。バーン奪ったんだろうなぁ。となると、いや、無理か。ちょっと探しに行こう。これは、ちょっとでも、せめてねずこちゃんに持って行ってもらいたい。せめてねずこちゃんに、プレゼントしたい、スキンを。ダメか、ないか。なんとか探せない？ない？こっちない？ないね。まあ、仕方ない。まあ、いいや。今回は青逃げ狙おう。でも、青逃げ、あばら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 ！だから、ワード！ほんとにワード嫌！やんやん、危ない。意外とここ鍵じゃないか。ん、キューブ様、あれ、キューブ様、僕やられるわ。取って、いいよ、奪って。キューブ様、キューブ様、あげるあげるあげる。ちょっと待って待って待って、あげるあげる。取って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 、ダメ。あ、なんで、ま、あ、そうか、あ、そうか、二人だからか。あー、ごめん。あ、鍵二つ持ってる人二人いたんだ。四つ持ってたのか。うわー、今申し訳ないなぁ。くー、いやー、悔しかったけど、まあちょっとね、青鍵もなんですけど、まあちょっと、青の塔18回ですね。ありがとうございます。レッドドラゴン、ありがとうございます。まさかまさかの、はい、ゲットしたんですけど、ちなみに僕は青玉でレッドドラゴンもゲットしたけど、サイボーグもこの前出たんですよね。だから2ターン目です。ありがとうございます。はい。それで、あ、あとちなみにもう一個、大仏も出ました。なので、残り2個で、スキンチェンジでございます。ありがとうございます。1000人はそのままですね、変わらずに2体、2体というかね、1体出ただけなんですけど。はい、ということで、とりあえず今回ね、青の塔、今ちょっと18階で止まっていますが、次、明日になるのかな、多分。明日？うん、明日ですね、多分明日、18階必ずクリアしますので、よければ見ていただけたら嬉しいです。相当やばいステージだと思うので、まあちょっとね、その時に、ちょっと攻略法とかもちゃんと考えてね、そちらの動画も出したいと思いますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。そして、19回、20回、どんな感じなのかなっていうのを気になる方は、ぜひ、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。そして、あと、ベルマークですね。ぜひ、そちらの方よろしくお願いします。ということで、じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。